本日ここに天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ第31回日本医学会総会が開催されるにあたり一言お祝いの言葉を申し上げます御列席の各位をはじめ日本医学会の皆様方におかれましては常日頃から我が国の医学医療の発展に多大なる ご尽力ををいただき深く敬意を表します特にこの約3年間続いてきた新型コロナの感染拡大に対し医療の現場を支えていただいている皆様に厚く御礼を申し上げます。今日医学・医療を取り巻く環境は大きく変化しています。 皆様の絶え間ぬご努力により我が国の健康水準は世界最高の水準に達し社会のあらゆる方面における活力の源となっています同時に国際的に例を見ない高齢化に対応することが喫緊の課題となっていますこの度の医学会総会は メインテーマをビッグデータが開く未来の医学と医療、豊かな人生100年時代を求めてとされています。政府においても、医療 DX を重要な課題と位置づけています。昨年10月に私を本部長とする 医療 DX 推進本部を立ち上げ、電子カルテ情報の標準化と、医療情報の共有による質の高い医療の提供、医療のビッグデータを活用した研究や産業振興等に向けた取り組みを進めています。医療 DX を通じたサービスの効率化や質の向上は、 我が国の医療の将来を大きく切り開いていくものであり政府としてもその実現に全力を挙げてまいりますこの度の医学会総会において医療関係者のみならず社会の多方面の方々が参加され最新の研究成果に基づき ビッグデータや AI がもたらす変革をはじめ、現在の医療・医学が取り組まれている諸課題について、議論が行われることを期待いたします。日本医学会が、令和の時代の医学と医療のあるべき姿を目指して、さらなる議論をけん引されますよう、切に希望するとともに、 日本の医学のますますの発展と、ご列席の皆様方のご検証とご活躍を記念し、祝辞といたします。令和5年4月21日、内閣総理大臣、岸田文雄。